どうもこんばんは、よろたまです。今回なんですけど、初心者大必見、モンストのショットの精度がめちゃめちゃ上がる方法、こちらの方をね、紹介していきたいと思います。で、これがね、マスターできると、結構ね、その高難易度でも、あまりね、負けたりすることが減ってくるかなと思うので、よかったらね、最後まで見てください。はい。で、モンストやってるとね、縦勘とか横勘っていう風なね、言葉を耳にするかなと思うんですよ。で、この縦勘横勘がやっぱ難しいかなと思うので、こちらのね、打ち方のコツと、あとはね、矢印の伸ばし方っていうところをね、コツお伝えしていきたいと思います。はい。で、今簡単にね、さらっと縦勘したんですけど、これ縦勘ね、コツがあって、横勘もコツあるんですけどね、縦勘なんですけど、スマートフォンの端、縁を触って、そのままね、矢印をスマートフォンの下側に、端縁をなぞってね、持ってきてください。ね、これがね、できるだけで、めちゃめちゃね、まあ、100% 成功するっていう風な保証はないんですけど、ほぼ 100% 成功するかなと思います。で、モンストの矢印の伸ばし方とかなんですけど、結構ね、こういう風に短く最初の方はね、打っちゃいがちな人がいるかなと思いますが、モンストの矢印はできる限り長くぐーっと伸ばすように意識してあげましょう。そうすることで、1反射目の角度がめちゃめちゃ見やすくなります。で、矢印短いとね、1反射目の角度がね、見にくいかなと思うので、こういう風にね、矢印はぐーっと伸ばしてね、打つようにしてあげましょう。こういう風にぐーっとね、伸ばして、打ってあげることで次のね、角度が見やすくなるので、その辺ね、慣れるまではずっと矢印ぐーっと伸ばすような形で意識してみてください。はい。で、もう一回ね、縦勘してみましょうか。シャーロック・ホームズなんですけど、4P の、はい。スマホの端を触って、そのままね、親指をスマホの下側、縁をなぞって、下側に持ってくる感じだね。ぐーっと伸ばして。これ結構ね、できることになると、最近言うとね、キムチジムさんのストライクショットね、貯めたりするのにめちゃめちゃ重宝したかなと思うんですが、そういうところで、ね、高難易度でも全然生きてくるショットです。で、横勘なんですけど、これもコツがあって、これは HP バーをなぞるような形でぐーっと矢印伸ばしてあげましょう。そうすることでね、こういう風に綺麗な横勘することができます。で、結構ね、横勘は難しいかなと思われがちなんですけど、横勘はね、イメージとしては HP バーをなぞるっていう風な形でね、打ってみてください。じゃあね、かなりショットの精度がね、安定するかなと思います。これまでちょっとね、慣れるまでは、ちょっとね、上行ったり下行ったりするかなと思うんですけど、ぜひね、やってみてください。はい。で、先ほどの矢印の伸ばし方はこういうところで生きていきます。こういう風に打つとね、1反射目がわかんないじゃないですか。だから1反射目で分かるためにグッと矢印伸ばしてください。で、敵の判定なんですけど、これもね、矢印に結構関係あって、敵の数字のね、まず初見とかのイメージしてもらったらいいかなと思うのは、イラストにね、騙されるんじゃなくて、この数字のところがね、おおよその判定だと思ってください。なので、イラストでね、打っちゃうと結構ね、こういう風にね、壁際に挟まらなかったりするんですけど、数字を目安でね、打ってあげると、結構ね、うまくいくことがあります。とは言いつつも、すべての敵がね、同じわけではないので、その辺ね、注意して打つようにしてください。はい、こういう風にね、縦勘横勘が綺麗にできることで、クエストね、全然難易度とかね、変わってくるかなと思うので、ぜひね、真似してみてください。はい、ということでね、すごい簡単で短い動画だったんですけど、こういう風にね、初心者講座もね、どんどんね、やっていこうかなと思いますので、役に立ったよって方はね、高評価と、チャンネル登録よろしくお願いします。ということでね、今回は、矢印の引っ張り方、あと縦勘のコツ、横勘のコツをお伝えしてきました。では、バイバイ。